君は毎日特に食後から眠く感じる、そのわけ気になるの？セロゴ博士によると、その原因はあなたが摂取する食事の温度である。具体的に言えば、43度以上調理すると食材内の酵素が死んでしまうのことを知ってた。酵素は栄養素を案内する担当者で、栄養素のおかげに食事が自然に体に吸収されている。しかし高熱で全酵素が死んだら、体の全栄養素が見えなくなり、死んでいる食事として預かってしまう。その死んでいる食事が体にまともに吸収せず、胃に消化へ行く。その消化過程中で、体がその全部栄養素の 1% しか栄養素として見ぬ。残り 99% は排除されてしまう。さらにこの過程が数時間続き、なんと8割の体内エネルギーを消費してしまう。そのため、体内エネルギー消費率をさらに上がらないため、体がリラックスホルモン、メラトニンを血管に分泌する。だから人間が眠くなる。したがって、今度はまだ頑張りたいと思った時に、その以前極力43度を超える飲食摂取を控えましょう。コメントお待ちしております。